けど、その人大魔王の手先のヨーダスって人も連れてきちゃった。その人大きな恐竜に変身して私たちに襲いかかってきたの。ところがヤッコちゃんたらセラフィー先生の弟子になりたいからって魔法薬を使って恐竜を大きくしちゃったの。ヤッコちゃんたら一人で勝手に伸びちゃってもうどうすんの。魔法の国の王家の血を引く王女様でゲス。ついに全てのことを話す時が来たようですね。どっこいしょというわけなんですよ。まだあんた何にも言ってないでしょ。お師匠様落ち着いて落ち着いて。テチャがこの国の王女って本当かよセラビー。ええ、王家の近衛隊長をしていたこの私が言うんですから間違いありません。王室に出入りしてたのは知ってたけど、そんなに偉かったの？ではまずこの国の歴史についてお話ししましょう。学校みたい。昔々大きな戦争がありました。はい、学校で習いました。戦うことが好きな魔族が国を支配しようとして起こした戦争ですよね。ピンポーン。国民は魔法使いの一族を中心に反魔族軍として結束し激しく抵抗しました。でも戦いなどしたことのない反魔族軍はことごとく敗れ去りました。しかし絶望の淵に落ちようとしていた国民の前に魔法使いの中から救世主が現れたのです。それがマジカルクイーンジョアン一世ですね。そうです、ジョアンは神から与えられたという3つの武器を使って魔族の将軍たちを倒しこの国を救ったのです。魔族たちは北の果ての島に流され、ジョアンに結界を張られ島から出ることを禁じられたのです。そしてジョアン一世はこの国の初代女王となったんですよね。ええ、チーネちゃんよく知ってるわね。ええ、学校で習いましたからね。ね、チャチャさん。はあ、お話終わった？こんな奴らにわしの試着は負け続けていたでゲスか。デステステムテン、ソーゲスめいるな。マジカルプリンセスに邪魔されずにソーゲスを仕留める方法があるだすよ。デステ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 ムテン。誰だ、うるさい。ゲス、そいつは誰だお前。しまったです。待て、いや、キャジさん、僕たちも。ちょうどいいです。計画を実行するだす。気をつけるんですよ。やつは大魔王の命令でわしを殺しに来たでゲス。ゲスゲス。じゃあお茶にしましょうか。あれ、どこ行った？二手に分かれて探しましょう。うん。シーネちゃん用の罠を仕掛けるだす。ん？まさか、今時こんなセンスのない罠を仕掛けるやつがいるんですね。驚きです。え、どこまでバカなんですかね。チャチャさんの水着の写真でこの僕を釣ろうなんて。僕はこんな低次元の罠に引っかかるほど。ああ、まさか。うわー、ダステステムテン、まんまと罠にかかった。ダス、情けない。でもこんな罠ぐらい僕の魔法なら簡単に。あれ、ダステステムテン。あれ、お前はチャチャが好きなのに。チャチャはいつもリーヤのことばかり気にしているだろう。そうですよ。でも僕はチャチャもリーヤもお前のことなど相手にしてないだす。お前は二人のお邪魔虫なんだす。それはお前はいつもそうをしているだす。いつも割の合わない役ばかりだす。なんだかムカついてきました。そうだそうだ。
なこと連れてやるな、連れてやるぞ。なめんなよ。ただいま。逃げられたぜ。お帰りなさい。シーネちゃんがね、いなくなっちゃったの。くっ、心配のお修理かよ。え、シーネちゃん戻ってたの？よかった。一人で帰ってくんなよ。うるせえな、俺の勝手だろうが。しゃらくせんだよおめえら。シーネちゃん怖い。シーネちゃん、何その態度は。関係ねえよ。それが師匠に対する態度なの？どしんなよこの厚化粧女。話の続きだよ。反抗期かしら、シーネちゃん。まあ、さっきの続きをお話ししましょう。今度は人形劇ですよ。わーい、わーい、わーい。幼稚園かよ。魔族一族が北の果てに流された後、魔法の国はジョアン一世の統治の下で平和な日々が続いたのよ。ところが、長い間おとなしく暮らしていた魔族の中に、とてつもない魔力を持った男が出現したのです。それが大魔王でゲス。島の結界を破壊した大魔王は国王の城を襲い、王様と王妃を魔法で石像に変えてしまったのです。わしは無駄でゲスよ、その石像を。それもしかしてチャチャの父ちゃんと母ちゃんか。私にもお父さんとお母さんがいたのね。ちょっと待って、王様は大魔王に王位を譲ったんじゃなかったの？それは大魔王が流したデマです。くっ、偉そうに。セラビーだってこの絵隊長のくせに国王を守れなかったんだろうが。とにかく大魔王の強さを侮ってはいけませんよ。先生が怒ってる。セラビーが怒ってる。だって先代の国王であるジーニアス様でさえかなわなかったんですよ。つまりチャチャのじいちゃんだな。おじいちゃんもやられちゃったの？死んではいません。あれは12年前、大魔王に襲撃され王様たちが石像にされてしまった後のことです。それではいよいよそのクライマックスシーンですよ。わーわーい。大変だ大変だ。あー、ちなみにこっちの凛々しい青年は私です。抱いてる赤ん坊がチャチャですよ。見て見て、リーヤ、あれ私だって。へー。大魔王は王家の血にかけてこのジーニアスが食い止める。お前はチャチャを連れて逃げるのじゃ。大王様。セラビー、わしにもしものことがあったらチャチャはお前が育てるのだ。はい。これを持っていけ。これはプリンセスメダリオンとホーリーアップに使うアイテムが入っておる。大王様、さあ急げ。ご無事で。大魔王、わしが相手じゃ。うおー、ジーニアスやっつけてやる。あー、おじいちゃん。たまり損ないが、わしの王冠の飾りにでもなれ。何？大魔王、貴様はこの城から一歩も出られんのだ。出られんのだ。大王様。うん、
ビーずるいぞ。こうして大王様はプリンセスメダリオンにはめ込んである宝石に封じ込められてしまったの。というわけでお話はここまでです。この中におじいちゃんが。おじいちゃん、おじいちゃん。その結界は今でもあって、大魔王は城から一歩も出られないでゲスよ。それで大魔王は国民の前に姿を見せなかったのね。先生、おじいちゃんやお父さんやお母さんを元の姿に戻すにはどうしたらいいの？大魔王を倒すしかありません。セラビー先生、よろしくお願いします。チャチャがやるんですよ。国王の印は見つからなかったのか。申し訳ございません。まあよい。それよりチャチャとセラビーの居場所が分かったのだ。ほう。ついに。王女様、見送りはこの辺で結構でゲス。もう悪いことしちゃダメだよ。はいでゲス。これからは大魔王の目の届かないところでひっそりと暮らすでゲス。なんでゲス？なんだ？よう、ガキンチョども。俺だよ。シーネちゃん。シーネちゃんだと？ざけんじゃねえ！シーネ様と呼びな。熱でもあるのか？先生が思春期だって言ってた。反抗期でゲスよ。ごちゃごちゃうるせえ！俺は悪い子になったんだよ。おめえら。二人とも今まで散々俺様をバカにしてくれたな。してねえぞ別に。シーネちゃんどうしちゃったの？シーネ様だ！様。シーネちゃんうるさい！お前らこれを。やめてんな！あ、危ないよシーネちゃん！何度も言わせるな！俺はマジなんだよ！ちゃちゃん。この野郎。この野郎じゃねえ、シーネ様だろ。母ちゃんに何すんだ。あ、やるかい犬っころ。犬じゃねえ。おー、シーネちゃん、いいよ。喧嘩はダメ。そんなことしてたら愛と勇気と希望のエネルギーが一つにならないじゃない。それが狙いです。お前はヨーダだ。マジカルプリンセスに変身できない限り大魔王の命令により貴様の首は俺がもらった。ダスデスデムデン、いいよトシアイディアスだ。スガニーキス。覚悟するダスソーゲス。ほらカニこっちよ。なんだす王女様、お前の覚悟するダス。リア！よくもやったわね！いでよ！グツグツの感じだめ！やった！あい、ユダス！そんな！火力が足りないでゲス！この薪を！ありがとう！遊びはここまでだ！よし、俺に任せろ。あれ、やったやった、カニ弱い。けバカ力。なんたるざまでやんす。はいでやんす。ここは協力するでやんすよ。なんだ今度はエビ。これなら前に進めるだす。
まだエンデゴリンのものが。もう生きる気持ち悪い。ジャジャ。王女様。苦しい。ジャジャ。助けて。よし、ジャジャ変身だ。シーネちゃん、何やってんだ。愛だ、勇気だ、希望だなんてかったりんだよ。何言ってんだよ、チャチャやられちまうぞ。じゃあよ、チャチャの次はリーアじゃなくて俺にしてくれよ。順番なんかどうでもいいだろう。希望が先じゃねえと俺はやんねえよ。リーア、シーネちゃん。ほらほら、リーアの方先に呼んでるぜ。早く行ってやれよ。助けて。後でも先でも同じだ。俺たち三人で力を合わせるのは同じだ。三人。今まで三人の力で戦ってきただろ。三人の力。そうだよ。いつだって三人一緒だったじゃねえか。だから。おい、ディア、ちょっと待って。何やってんだよ。早くチャチャさんを助けに行くぞ。シーネちゃん、それずっこいよ。助けて。チャチャさん。チャチャ。シーネちゃん。よし。希望よ。愛と勇気と希望の名のもとに、マジカルプリンセス。王女様、あの二人の悪の心もその弓矢で直してほしいでげす。ビューティーセレイヤー、マジカルシュート。なんでげす。フフフフ。アローが効かない。とりあえずわしは逃げるでげす。王女様、お助けでげす。逃げるです。チャ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 。セラビー先生。お師匠様、ごめんなさい。先生、先生、セレイヤローが通用しなかった。どうしよう。何を弱音を吐いてるんですか。王様や王妃様、大王様を救えるのはチャチャしかいないんですよ。でも、その昔魔族を倒したジョアン一世は3つの武器を持っていました。
セレン野郎はその一つに過ぎません。何ですって？じゃあセレン野郎も全く通用しない敵が現れた以上、不死鳥の剣を探し出さなければ。不死鳥の剣？私も見たことはありませんが、その剣はセレン野郎よりももっと強力なパワーを秘めている素晴らしい剣です。その剣はどこにあるの？わかりません。しかしこの魔法の国のどこかにあるはずです。チャチャ、すぐに旅立ちなさい。そして不死鳥の剣を探すのです。はい、私必ず探し出してみせる。そしてお父さんやお母さんたちを助け出してみせる。俺も手伝うぜ。もちろん僕も。不死鳥の剣よ、不死鳥の剣。大魔王を倒してお母さんとお父さんを助けるためには絶対不死鳥の剣を手に入れなくちゃ。今日は一人でお留守番だから、不死鳥の剣の手がかりを探すために本をたくさん読むぞって決心したのに、なんでお留守番の時ってヤッコちゃんとマリーちゃんが邪魔しに来るのかしら。次回、ドケドケ恋のお邪魔虫、お楽しみに。